分裂の模式図に分裂の過程のアニメーション分裂というのは生物学では生物の体が大きく分かれて数を増やす無償生殖の方法の一つを指す言葉である。場合によっては細胞分裂のことを省略して分裂と呼ぶ場合もある。かつて最近類は分裂菌植物と呼ばれていた。単細胞生物では細胞分裂がそのまま個体数増につながるので 細胞分裂すなわち分裂である。ただし、出芽という形態を取る場合もある。動物の場合、その体は各部分の分化が激しいので、どの部分だけを取っても何か重要な器官が不足する状態であり、これを再生できなければまとまった体にはならない。よくミミズを2つに切ると2匹になるように言われるが、実際には前半身から、 ご半身は再生するもののご半身はそのまま死ぬと言われる。再生力の強いプラナリアは体を半分に切ると残りの部分を再生して2匹になる。野外では体の真ん中に穴が開いて勝手にちぎれて増える分裂を時々起こしている。人手の中にも同じような方法で増えるものがある。 水見水や小型の渦虫類では、体が中ほどで二つに分かれてもちぎれず、それぞれが完全な個体になるまでそのまま繋がったままで活動しているのがある。一度に多数に分裂するものもある。四方動物門の水クラゲなどクラゲの仲間では、ポリップという妖精が、底面に固着して、イソギンチャクのように暮らしているが、やがて縦に細長く伸び、横に多数の分かれ目ができ、 次第に多数の皿を積んだような形のストロビラになり、やがてその皿がバラバラに分かれ、それぞれがエフィラという小さなクラゲ型の妖精となる。植物の場合、どの部分を取っても独自に活動できることが多いが、先端成長を基本としているので、出来上がった部分が二つに分裂するような活動は難しい。ただ、他者によって引き裂かれることを分裂とみなすことはあり得る。 分裂の方向には、縦分裂と横分裂がある。その生物の体の前後方向の軸に対して、その軸に沿って分かれるのが縦分裂、軸を横切るように前後に分けるのが横分裂である。言い換えると、縦分裂では、体は左右に二つになるが、横分裂では、体は前後に二つになる。分裂の方向は生物によって決まっていて、プラナリアや、 渦虫類では横分裂である。ゾウリムシなど、センモウムシは横分裂であるが、緑シは縦分裂で先端の鞭毛のある方から左右に分かれていく。かつてはセンモウチュウと弁網虫の区別点の一つが、この分裂の方向とみなされていた。ありがとうございます。